田修正、仮想人物、朗読その21、第10章。湯河原では N 旅館の月並みな部屋に落ち着いたが、かつて陽蔵が丘に黄金色のみかんが実る頃に弟子たちを引き連れた友人と共に一月足らずも滞在していた頃の面影はなくなった。位置も奥の方を切り開いて、すっかり一流旅館の体裁を備えていた。よく方々を案内してくれた跡取り息子がとっくに死んでいたり、友達が騒いでいた娘もよそへ片付いて幾人かの母親になっていた。酒も飲めず弟子もいない陽蔵は、しばらくいるうちにすっかり孤独に陥った。酔って悪く絡まってくる友達を防御するのに骨が折れ、神経がささくれだったように疲れてきたものだったが、今考えるとそれも過去の惨めな彼の姿であった。後になってみれば、今やっていることはそれよりももっと醜いものかもしれなかった。陽子は着いた当座、ここへ連れてきたことを感謝するようにそわそわした様子で、一風呂浴びてくると、例のガーゼの詰め替えをした後で、橋を渡ってこの温泉町を散歩した。町の中心へ来て、彼は小懐かしそうに辺りを見回した。そして、固定なある旅館の前に立ち止まると、ここに玉突き場があったものだ。主人は素敵な筆を持っていて、僕はその男に弓を持つことから教わったんだが、幾日来てもものにならずじまいさ。君はつけるかい？北海道ではついたもんでしたけれど、あの自分は奥さん方のいろいろな社交もあって、ダンスなんかもやったものなのよ。 S さんの弟さんの能楽師の人の奥さんに教わって。陽子はいつの場合でもロマンチックな話の種にこと書かなかった。グロなその夫人と土地の商船学校にいた弟との恋愛模様とか、その弟に年上の一人の恋人があって、の弟との間にできた子供を抱えながら生け花やお茶で自活していることだの、または陽子が父の腫れ物を切開するために入院した時メスを取った医学士が好きになって、後でふらふらとその男を病院に訪ねて拒絶されたことなど、そうかと思うと原稿紙を持って不意に姿をくらまして人を騒がせ、新聞のゴシップ種になるようなことも珍しくなかった。町に薄暗い電気がつく自分に、宿へ帰って楽しい食卓に着いた。思いなしか陽蔵はここの玄関の出入りにも何か重苦しいものを克明な番頭たちの目に感じるのだったが、陽子は水菓子を女中に言いつけるにも、使いつけの女中のような親しさで、ただ新聞記者でも来ていはしないかと隣室の気配に気を配るだけであった。しかし刺激の強い湯は彼女にとって逆効果を表した。三日ばかり湯に浸ってはガーゼの詰め替えをやっているうちに、痛みがだんだん募ってくるばかりで、どうかすると昼間でも床を延べさせて横になるのであった。昨日まで時々やってくる少しばかりの苦痛を我慢して大倉公園へ遊びに入って、色づいた木々の間を縫って段々を上がったり、岩組の白い流れのほとりへ降りてみたり、萩や系統の乱れ咲いている花畑の小道を歩いたり、または町の奥にある不動滝まで歩いて、そこからまた水の滴る岩壁の裾をめぐって、晴れた秋の空に焚き火の煙のなびく浅い山の姿を懐かしんだりしていた彼女は、とんでもないところへ連れてこられでもしたように眉の間にしわを寄せて、すっかり機嫌が悪くなってしまった。そしてそうなると陽蔵も何か悪いことでもしたようで、密かに弱い心臓を痛めるのであった。潤んだ目をしてじっと黙りこくっているとか、または壁の方を向いて少しうとうとしたかと思うと、
目を開いたりする彼女のそばにいるのが次第に憂鬱になってきた。ある晩方も陽蔵はピンセットを使ってから風呂へ入って侘しげな電灯の下で食卓の前に座った。陽子は傍らに熱っぽい目をして伏せっていた。頬もぽっと赤くなっていた。こうなると彼女は母親から来るらしく見えて、実は田舎の秋元に送らせた金で彼と一緒に温泉へ来ていることも忘れて平気でいるらしい陽蔵の顔さえ忌々しくなるのではないかと彼は反射的に感じるのであったが、またそう悲願で考えることもないのだという気もして、女中が目の前に並べる料理を眺めていた。何にも食べない？彼女はかすかに目で食べないと答えたらしかったが、陽蔵が心持ちまずそうに食事をしていると、陽子はヒリヒリした痛みを感じるらしく細いうめき声を立て顔をしかめた。彼は硬い表情をして別のことを考えていたので振り向きもしなかった。人がこんなに苦しんでいるのに平気でご飯食べられるなんて、なんとそれが老体化なの？陽蔵はピリッとした。そしてカッとなった。彼は食事もそこそこに食卓を離れて、散らかった本や原稿紙と一緒に着替えをたたんでカバンに始末をすると、どてらを脱いで支度をした。俺も君の看護に来たんじゃないんだ。いい迷惑だ。一人でやるがいいんだ。陽蔵はプリプリして電話で汽車の時間を聞くと、タバコにマッチをすりつけた。番頭がやってきて、お帰りでございますか？ちょっと用もできたから。番頭は急げば最終のに間に合うがと少し首をかしげていたが、陽蔵はじっとしてもいられなかった。自動車の爆音がしたので彼はインバネスを着てあたふたと部屋を出たが、車が走り出してから彼は何か後ろ髪を引かれる感じで、この場の気まずさを十分知りながらも汽車に間に合わないことを半ば心に念じた。熱海へでもドライブしようかとも考え、家へ帰って書斎に寝た方が楽しいようにも感じた。石ころの多い道を車はガタガタと揺れながらスピードを出した。陽蔵は時々転がりそうになったが、風も吹いていたので揺れる拍子に窓枠に頭をぶちつけそうになって、その瞬間半分ガラスを下ろしてあった窓から帽子が飛んでしまった。ちょうどわざと飛ばしたように。君、ちょっと帽子が飛んじゃったんだ。運転手は車を止めて風の強い草むらの中に帽子を探したが、しかしそれもものの2分とはかからなかった。駅の火が間近に見えてきた。そして今ちょっとのところで駅前の広場へ乗り入れようとした時、汽車の動く音がした。陽蔵は何かいたずらでもしたような風で部屋へ戻ってきた。先生、オレンジをそう言って。やがて陽子も寝床から起き上がった。入院するまでに陽子の支度はかなり手間取った。ちょうど婦人雑誌に小説を連載していたところなので、それも二月分貯める必要があったし、ルミ子には何か華やかな未来を約束しておきたかったので、差し当たりいつも新しい道を切り開いて、世間の気受けもいい舞踏家の幸恵に内弟子として住み込ませたい念願だったので、支度ができ次第それも頼みに行かなければならなかった。何よりも母に来てもらわなければならなかった。陽子は湯河原の帰りにも汽車のクッションで寝ていたくらいで、小田原で降りた時は顔が真っ青になって心臓が止まったかと思うほど口も聞けず目も見えなくなって、陽蔵の手に助けられて駅脇の休み茶屋に連れ込まれた時にはまるで死んだようにぐったりしていたものだが、やっと男子の手で奥の静かな部屋へ担ぎ込まれて、そこでややしばらく休んでいるうちに額ににじむ冷たい油汗も引いて、早い脈もいくらか静まってきた。彼女はどうかして痛い手術を逃げようとして、かえって手術の必要を
痛切に感じるようになった。ある日、陽子は濃いネズミに、矢はずのつながった小袖に、地の緑に赤や大社の唐草を置いた帯を締めて、陽蔵の手紙を懐にして、ルミ子を連れて幸恵を訪問した。幸恵は内弟子に住み込ませることを快く引き受けてくれたが、詩も作り、酒席も流麗で、文学にも熱意を持っているので、陽子も古い馴染みのように話が弾んだ。陽蔵が陽子に連れられておさらいを見に行ったのも、それから間もないある日の晩方であった。私も小説が書きたくてしようがなかったんですけれどもね。何かごちゃごちゃ装飾の多い彼女のこじんまりした部屋で、気の利いた晩餐のごちそうになりながら、陽蔵は彼女の芸術的雰囲気と北の人らしい情熱のこもった言葉を聞いていたが、芸で立つ人の心がけや勢力も並々のものではなかった。話がかつての彼女の恋愛に及んでくると、涼しい目ににわかに情熱があふれてきた。しかし彼女は一人ではなかった。陽蔵が前からその名を耳にしていた若い文学者の清川がそこにいて、下町の若旦那らしい柄の彼をはじめ幸恵が紹介した時に、陽蔵はそれが彼女の若い愛人だと気づきながら、刹那に双方の組み合わせがちょっと気になって、何かほのかな不安を感じるのであった。徳田秋声、仮想人物、朗読その21。